パレットパレットは絵画を描く際に使用される絵の具を混合するための板である。朝食版など様々な訳語があるが、現代日本語ではあまり使わない。語源は、小さな句は。パレットの素材としては、油絵具用途として合成樹脂、大理石、見影石、木、水性絵の具用途として合成樹脂、金属、陶器がある。 この他にペーパーパレットと呼ばれる使い捨てるタイプもある。当然、これ以外の素材もパレットになる。基本的には絵の具などの材料と反応しない物質であれば、パレットとして使用し得る。水性絵の具用のパレットの打ち閉じるものは、主として透明水彩絵の具用であり、採用界が面倒なガッシュ、不透明水彩には扱わない。伝統的な 木製のパレットは、夕食地に描くには、都合が良かったと考えられているが、活色を呈する顔料の使用頻度が低下している。現代ではあまり進められていない。携帯的には、ナイフで盛り付けられるほど粘度が高い絵の具の場合、仕切りのない一枚板のパレットに、複数の色を置いても問題は起こらないが、水彩絵の具やテンペラなど、粘度が低い絵の具のパレットには仕切りや適度な凹みが、 必要となる。特定の芸術家が用いる絵の具、色彩の相対をパレットと呼ぶ。そして画家のパレットは本来的には朝食版ではなく選択して並べられる絵の具の組み合わせであると言われることもある。絵の具を選択する上で重要な指標になるのはそれぞれの絵の具に使用されている顔料であり専門家用の製品であれば それぞれの製品やパンフレットに使用顔料が明記されている。特に実用的な判別方法として、カラーインデックスに従った名称、特にカラーインデックスジェネリックネームが記載されている。フォトショップ、サイなどのペイントツールでは、色を作ったり、作った色を一覧として表示したりするウィンドウをパレットと呼ぶ。ABO チアイナオフミ、パレット。 ことせん、日本大辞典第4巻、輝市改修大倉書店、1927年、3802ページ。色彩科学辞典日本色彩学会朝倉書店1991、10ISBN4 億2541104、XISBN978 から42億5410万1041。ありがとうございます。